はい、皆さんこんにちは。行政書士合格の取説、野端のズバッと重要論点ポイント解説講義第3回目行っていきます。よろしくお願いします。さあ、今回3回目なんですが、テーマはこちらですね。統治の憲法裁判所なんですが、手元に準備していただきたいテキストが、まず憲法のところね、憲法のテキストと、あと少し基礎法学、裁判絡んでくるので、基礎法学の入ってるテキスト、その2つを手元に置いた状態で、この動画見ていただければと思います。はい。で、早速いきましょうか。まず、開いていただきたいテキストページが、憲法の88ページ、憲法の88ページです。まあ、統治のスタートのところで、権力分立ってものがありますよね。はい。まあ、独裁政権作らないためにルール作るところ、国会と、あとはそれに基づいて動くところ、行政権内閣と、それが正しいかどうかをチェックする裁判所司法権に分けるって話があったと思います。で、今回はその中の裁判所について見ていくということです。はい。それを示したかっただけなので、より具体的に裁判所のところは、107ページです。107ページを見てください。はい、裁判所ね。107ページです。で、裁判所のところは、もうこの一番のところがそのまま試験的なテーマです。ちゃんと法律上の総称というものと司法権の限界が理解できていますか？ね、それが一番のポイントです。で、まず、裁判所がどんな事件を判断するのかについて2つありますよね。法律上の訴訟に該当する場合、もしくは法律で特別に裁判すると決められている場合。ちょっとこれを改めて違う形式で書いてみたんですが、ズドンと結構書き込みがあって大変恐縮なんですけどね。ちょっとこれ見ていきたいと思いますよ。まず一番上からなんですが、法律上の訴訟に当たるかどうかってところですけど、法律上の訴訟ね、ものすごく簡単に言っちゃうと、今、現時点で国から具体的な権利侵害があるかどうかです。例えば、何かね、国民の人権が侵害されそうな法律ができたよっていう段階で、おかしいよっていう訴訟はできないわけですよ。その法律をもとに具体的に、権利侵害が行われた、特定の人に行われたときにようやく訴訟ができる。これが法律上の訴訟ですよね。もちろんもう一点で、それが法律を使って解決できますかってことはあるんですが、まず法律上の訴訟に当たるかどうかはそこで見てください。で、当たるならば、まあ裁判所で判断しましょうね。これが基本です。問題は、当たらないケース。当たらないケース。今、現に事件起こってない、権利侵害がないよって話。で、その時に、絶対に裁判所で判断しないかというと、別の切り口があって、次は、特別の法律規定があるかです。つまり、具体的な事件性がないけども、裁判していいかどうかという規定があるか。で、あるならば、実は裁判所で判断します。両方ともね、こっちもこっちも、裁判所で判断するとありますが、上の方は、法律上の訴訟に当たるから裁判する。下の方は、法律上の訴訟ではないけども、法律規定があるから判断する。別物です。で、ちょっと憲法の今現時点で見てる方だと、ちょっと難しい話なのかもしれませんが、例えば、政教分離原則違反を争うと。まあ、ここまで来る段階で、信教の自由って勉強しましてね。津の地鎮祭事件。まあ、特定の宗教にお金を出していけないみたいなことがあるわけですよ。はい。で、政教分離原則が憲法で決まっているわけですよね。はい。三重県津市が体育館作るときにお祓いのために神社神道式の地鎮祭やったってことですよね。あれって、
地鎮祭を神社神道でやったからといって、あの津の住民がね、津市の住民が何か具体的な権利侵害を受けたわけではないんですよね。だ本来あれば裁判所で判断できるケースではなかったりするんです。だけど、はい、それを放っておくと秩序が保たれない。つまり地鎮祭で公金支出ってあれ税金ですからね。通市に住む住民が払ってる税金から賄われてますから、これは放っておくわけにはいかない。だから例外的にこれは裁判で争いますっていう法律の規定があるんですよ。はい、具体的には地方自治法242条の2という形で、だいぶ先に勉強しますよ、だいぶ後で勉強しますが、住民訴訟っていうそういった訴訟形態があって、訴訟ができるんです。はい、先取りにはなりますけども、とりあえず法律上の訴訟に当たらないケースでも裁判所で判断してもらえるケースがあるんだということは今回分かってあげてください。ただ一番大切な根幹はまず法律上の訴訟に当たるケースね、どんな場合に当たるのかですから、改めて見ておきますけどね。はい、この107ページの法律上の訴訟に該当する場合ですね、当事者間の具体的な権利義務、法律関係の損害に関する紛争です。まあ2番のところはいいんですけども、具体的な事件性があるかどうかですね。はい、ではこれを前提に見ていきたいんですが、次のページいきましょう。108ページの下のところの司法権の限界ですね。はい、少し書き込みしておりますが、これちゃんと理解してください。司法権の限界は法律上の訴訟に当たるけれどあえて判断しない、今現に事件が起こっている具体的な権利侵害があったとしてもあえて判断しないケースね。ここをしっかり押さえていただきたいんです。で、どういったものが司法権の限界事例かについていくつか表でまとまってますが、今回はね、109ページの上のところ、統治行為見ておきましょう。統治行為何ですか？高度に政治性のある行為という話なんですが、よくわからないと思うので、書いておきましょうか。これはね、試験的には日本国が他の国と結んだ条約が憲法に反するかどうかですとか、あとは、まあ、裁判所の前に国会とか内閣勉強してると思うんですが、内閣が衆議院の解散をするケースがあります。その衆議院の解散が憲法に反するのかどうかという判断を裁判所がするかどうかですね。結構レベル高いと思うんですよ。条約が正しいかどうかの判断とか、衆議院の解散が正しいかどうかの判断は、これは高度に政治性のある行為だと。で、最高裁裁判官って15人ですよ。後で勉強しますが、15人。15人の裁判官だけで、条約が憲法違反かどうかですとか、衆議院の解散が憲法違反かどうか、判断していいものかどうかって話。で、結論としては、基本これは判断しないケースです。やろうと思ったらできるけど、判断しないケース、司法権の限界なんです。はい、ズバッと解説見ていただくと、条約については原則司法審査の対象とはしない。衆議院の解散も司法審査の対象としない。そう、対象としないんです。ただ一応ですが、条約は原則判断しないと言っているので、ケースバイケースでは判断する可能性を残しています。実際の事案が日米安保条約が憲法違反かって争われていたので、まあ、日米安保条約については判断はしないんだけど、他の条約ならば判断するかもねっていう余地は残しています。だから原則です。ただ衆議院の解散は、とにかくそこは一律裁判所で判断しないんだっていうことを言ったので原則とはついてません。
はい。で、今のことを踏まえて、この過去問チャレンジ解けますか？これ2015年の過去問なんですが、結構ね、正答率が低かったんですよ。このね、2015年の問題6番の選択肢3番、これを間違えてしまって、正答率が結構低かったんですよ。間違える方が多くて。どうですか？いきますよ。衆議院の解散は、高度の政治性を伴う国家行為であって、ここまでいいです。その有効無効の判断は、法的に不可能である。どうですか？いや、衆議院の解散が正しいかどうかの判断って、やろうと思ったらできるんですよ。そして、そもそも法律上の訴訟の解決という司法権の外にありますってことですが、いや、法律上の訴訟ではあるのね。具体的な事件が起こっていて解決ができる話なんだけど、あえてしないんだから。はい。この今、蛍光ペンで引いたところ、法的に不可能ではないしね、法律上の訴訟ではないと書いてますが、いや、一応法律上の訴訟の中です。ここで罰を振ります。裁判所の審査が及ばないっていう、ここは合ってるんですけど、及ばない理由が、法律上の訴訟ではないから及ばないんじゃなくて、法律上の訴訟だけど及ばないってね。はい。ここ結構間違ってる方が多いから、しっかり補足というか確認していただきたいと思います。で、おまけなんですが、これって裁判所のおサボりだと思いますか？判断できるならばしようよって思う方います？確かにそうかもしれません。で、一個付け加えておいていただきたいのが、ズバッと解説したあたり。実は、この日米安保条約ですとかね、衆議院の解散が争われた最高裁判決の中に、裁判官はこんなこと言ってます。私たち裁判官は、今回これが違法、違憲かどうかの判断はしませんが、最終的には、書いていきますが、最終的には、国民主権の原理に基づいて国民が判断するということを言っています。つまり裁判所で判断しなかったとしても条約結んだ内閣とかね、そこを承認した国会とかに関しては国民が見てますよね。それが正しくないと思うならば、次の選挙でその条約を承認した国会議員とかね、そういったものを選ばなければいいんだと。はい。一票投じることによって国民がそれが正しいかどうかの判断はできるので、今回はあえて判断しませんでしたって話。はい。一つおまけでお伝えしたので、覚えておいてください。はい。あとなんですが、次のページ、110ページのところで、2番、裁判所の組織ってありますね。で、講義図解で裁判所の系列ってあります。で、これ、ちょっと付け加えておくと、より分かりやすいんだと思いますけど、司法裁判所の系列と。つまり最高裁判所をトップにして、あと、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所は、下級裁判所と言います。最高裁をトップとした司法裁判所の系列です。こっから外れた、裁判所は作ってはいけないぞ。というのが、憲法に規定があります。76条の2項のところで、特別裁判所はこれを設置することができないよと。司法裁判所系統から外れた裁判所は作れないんだってことね。ワンポイントに戦前の軍法会議を挙げておきましたが、そういったものを今設けることはできないんだ。ということですね。で、ここまでが一応憲法のテキストなんですが、こっから先は、基礎学ね、第5編ですか。第5編のところに基礎法学ありますから、その80ページ、基礎法学の80ページを出してください。はい、基礎法学80ページを出してください。
まあ、基礎法学はね、正直2問しか出ないですし、何が出るかよくわからなかったりするので、対策立てづらいんですが、例えば、紛争解決で裁判の仕組みとかがあったりするので、それは憲法の司法権と絡んできますので、まあ、簡単に見ておきましょうかと。で、80ページの裁判所の系列1番、これは先ほど見たやつ。司法裁判所の系列で最高裁がトップで下級裁があります。ということだから、これはいいですよと。で、別途見ていただきたいのが、81ページ、三審制。聞いたことありますかね。日本の裁判三審制で、3回争うことができる。一発目、第一審に不服があれば、控訴ができます。第二審に不服があれば、上告できますよと。はい、より具体的に見ていくと、82ページ、三審制。うん、で、お時間の関係もありますから、さらっと見ておきますが、ここに着目してください。3回、審査してもらいますと。例えば、民事訴訟のところで、簡易裁判所ってありますよね。争う額が少ないと、簡易裁判所で争うことができますと。で、基本は地方裁判所スタートだったりしますが、例えば地方裁判所から行けば、地方裁判所で控訴して高等裁判所、上告して最高裁と、ここまで行きますね。ただ、簡易裁判所スタートだと、次控訴先が地方裁判所で、上告先が高等裁判所なんで、最高裁まで行かないんですよ。くくっときましょうか。ここね。簡易裁判所スタートだと高等裁判所までしか行かない。これが民事訴訟。で、刑事訴訟に関しても簡易裁判所っていうのがあるんだけど、ここは簡易裁判所の控訴先が高等裁判所で、高等裁判所の上が最高裁だから、これは簡易裁判所スタートでも最高裁まで行くんです。うん、ここだね。なんですよ。はい、だパッと見ね、簡易裁判所スタートでどこまで行けるのかってことは押さえておいてもいいですし、あとまあ最初から高等裁判所でスタートするんだみたいなことはワンポイントにも入れたりもしてますので、はい、そこを確認していただきたい。あとは4番の最高裁判所ですね。さあ、最高裁判所についてはメンバーですね、確認しておきましょう。最高裁判所長官1名、トップオブザトップね、はい、1名と、最高裁判所の判事14名の計15人です。で、最高裁判所の裁判は5名である小法廷と15名全員集まる大法廷があります。うん、でこれまでいろんな判例とか勉強してきたと思うんですけどね。次の82ページ行きましょうか。上の方ね。判例の番号とかあんまり気にしないかもしれませんけど、例えば、最大判平成なんとかって場合と、まあ、再判平なんとかってあります。大がついてれば、これが大法廷です。はい。大がついてれば、それは15人全員集まってしたってことね。どうやって大法廷、小法廷分けているのかというところなんですが、まあ、原則はね、どっちにするかは最高裁の規則です。ただ、必ず大法廷でする場合っていうのが決まっていて、まあ1番ね、法律命令処分が憲法に適合するかどうかを判断する。憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反する。うん、よくわからないと思うんだけど、ここ、ズバッと解説。以前出した判例をガラッと変えるときは、大法廷を開くっていうふうに覚えてください。もう前例を変えるわけですからね。ここは大法廷15人全員集まりましょうね、ということになっていくんです。はい。もちろんあくまでね、これ基礎法学の一部分だけなので、全体的にしっかり確認していただきたいんですが、今回のね、憲法の司法権と絡むところの基礎法学を少し話をしたというふうに思ってください。
はい、ということで今回は以上ということになって、次回は何かというと、次回から民法編ですね。民法では代理から扱っていきます。はい、民法の代理まで、テキストを見ていただいてからね、動画を視聴していただきたいと思います。はい、ということで、今回の3回目で憲法がすべて終了にはなるので、まあ、一度これを、ね、機に取説テキストを見返してもらってもいいのかなと思いますし、まあ、問題をしっかり解いていただいて次の民法に進んでみてください。では今回は以上となります。お疲れ様でした。